おはようございます。おはようございます。今日なんて聞かされてます？今日もう実践。実践どこっすか？千葉の海沿いでございます。海沿い。あの実践はあの夜やります。夜いや打つにはさマニーが必要なわけでしょ。今から働いてもらうのよ。働くの俺どこで。結局考えたんですよ、はい、自分たちで働いたお金じゃないと、はい、やっぱりこう魂も飲んでんじゃねえかなるほどなるほど衣装が、おー何何てめえで稼いだ金でやろうじゃねえかってそういう企画でございます。なるほど大雨ですけどね。そうですよ大雨ですよ。今日降水確率 80% ですよ。あー 80% といえば何が思い浮かびますか皆さん。確率継続率とか何の継続率だよ。ラッシュ。いすみネバーランドさんでございます。はい、ありがとうございます。はい、いすみネバーランドのオーナーの三上です。あ、そうイケメン5人には負けちゃうんですけど、ね、いや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 言ってもらって調子に乗ってもらって。ちなみに改めてここってどういう施設なのか。実はここ同級生で移住同士なんですよ。移住仲間がね、5人ぐらいで作ってるんです。1年かけて DIY で。あ、すごい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 。どんな方がいらっしゃる。1日1組限定なんで、2家族ぐらいで来て、まあ、ご友人8名とか、社員旅行とか大勢でワイワイやってもらって、まあ、夏とかウッドデッキとか庭も広いんで、アスレチックとかもあって、そうなんですよ、スリーハウスとか、夏の間プールも。プールあるんですか。だからお子様釣りに、釣りには持ってこい。ああ、いい、楽しい。今日は皆さんには、メインは薪割り。巻き割り。あと中も、まあ、お掃除。どうします。4、1に分かれていただきたいんですけども。なるほど。どっちやりたいですか。いやー、なんか、そうですね。それは言っていいんだ。パッと見で、こう、じゃあ中っぽい人。中っぽい、なんとなくこう、なんとなく元気なさそうな元気なさそうな元気なさそうだけ一番向こうの彼とあれめちゃめちゃそれはいろいろまずいそれは嘘でしょ。彼今まで一番企画で体張ってない。張ってない。どうお前元気ねえって。ちょっと待ってよ。それより問題よ。それは今日っていうよりか今日もうじゃない。いやいやいや、それはおかしいでしょ。今日はアミューズ千葉店さんにやってまいりました。やってまいりました。ありがとうございます。はい、2度目でございますけれども、とりあえず今日の一等、はい、嬉しい、嬉しい。なんか学生時代思い出すわ。おはようございます。来たぜ。よし、来たぜ。今回はですね、5人同時に打つのではなく、5人のうち何人が格言を弾けるのか。格言か。なるほど、なるほどね。つまりパチンコを打っていただきます。パチンコね。おっしゃおっしゃおっしゃ。3勝したら勝ち越し決定なので、その時点で今回バンケットの勝利という。おぉ、結構難しい。難しい。アマデジでもいいですよね。おぉ、確かに。確かに。そう、当てればいいじゃん。全然いいよ、1パチでもいいよ。1パチのアマでも全然いいよ。いいっすよ。ね、じゃあ、そんな動画誰が見んのよ。1パチのアマを打つ集団の若者の人だよ。確かに、集団。でも、お宅は3日級やろ。確かに。カイトを行かせていただくんですけれども、この花のケージで行きたいと思います。ラッシュ確認した子、やっぱもうこう見てください。4500パスオーバー。僕も、視聴者さんもちょっと脳内にブシャーしてもらって、ちょっとまずは一発目景気よく
行きたいと思います。ニット1万円しっかりと使わせていただきたいと思います。お願いします。花のケージはちょっと相性いいと思ってて、でもこの3は打ったことなくて初めて打つんですけど、僕ちょそこもね楽しみながら、まあでもやっぱあのキセルがね出てきた瞬間はやっぱりいつもね気持ちいいでございますから、あのキセル欲しいな、やっぱかぶいて欲しいな、俺もかぶきてえな。お、赤文字だ。あ、これかあ、いいよ、変化した。花系でたまにこういう青保留からも行っちゃう時って結構あるから、まあだよね。で必ずね、あの保留が水溜まったらね、あの一回打つのやめるっていうのをします、ね、丁寧に打つのが大事って俺を教わったんで、あの大学の先輩に。学生時代は今日みたいに頑張って働いたお金でそれ握りしめてよく打ち行ってましたね。どうなる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 。あれなんかでも良さす、これ良さげじゃない、これ良さげじゃない、良さげじゃない。 OK、 疑似連、疑似連でございますね。ええ、あれあれなんか急に来たぞ、来い来い来い。あ、来ない。あ、いいじゃんいいじゃん、今みたいなこの、あ、いけないかみたいからな、俺好きよ。いけいけ、あー、いけいけいけ、二人で頑張れ頑張れ、お前らは最高の家来だ、お前らは最高の家来だ、お前らは最高の家来だ。うーん、どうなんだこれは。保留変化がとりあえず、まあまあまあ、でもやっぱおもろいな。いや、なかなかちょっと熱そうなのが来ないな。マジトップバッターだから絶対いいとこ見せたい。やばいな、今日の給料の半分がもうなくなってしまった。スタッフの方から、おお、連絡が来ました。はい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 、5000円、うん、はいはい、お、うん、取れ高ゼロそっちか。おーおい、まずいじゃないの。やばいやばいやばい、最先悪い。でも5000円で当てたのかと思ったよ。5000円でもう取れたかゼロ。ごめんね、俺の間の取り方がおっと思ったんですけど、マジかよー。来い来い、よし、いいぞ。カットイン、カットイン、カットイン、お、いいじゃん。え、いいよ。え、これお酒じゃない、赤い、めっちゃ赤い、船めっちゃ赤い。アップしろアップしろ、はい、よいしょ、いいよ、ギシレン船のやつ。あ、マジかよマジかよ、せめてケージは見たい。まだケージ一回も見てないもん。ケージのはどこだ。いや、こっちのセリフだよ。主役見てないよ、主役。いやー、ラストセー、いや頼む、マジでやばい。普通のリーチだ、普通のリーチすぎる。あおれあおれ、早すぎない？早いよ。まずは、はい、え、すいません。いや、もうシンプル謝罪だ。319危ないわ。何もないってことですか。だから何もない。結局前田圭司さん見れたんですか。一回も拝めませんでした。とりあえず一回当てに行った方がいいかもしれない。あー、ちゃんとね、うん、一回ちょっと計画変更した方がいいと思う。これ本当に危ない危ない。なるほどね。メンバーに当ててこいと、まあそういう話したんですけど、よくよく考えたら自分で稼いだ金なんで、あの打ちたいなら打ちたいと思います。いってきます。319お願いますぞ。めっちゃモテたい。アニメ見てたんですよ、ダンビロ何キロモテる、響ちゃん勝たせてくれ。いきます。まあ、なんといってもラッシュ突入する 100% でございますからね。はい、これの面白いところがラッシュ中にね、なんか V ストックをなんか2個もらえるみたいなのもあったりして、まあ基本的になんか筋肉なんでね、これね、筋保留が、あの筋系の演出が熱いということで、結構最近のアニメなんですよ。最近のアニメを題にしてくれるとやっぱりアニメ好きな人とかもたくさんいると思うので、
まあ、ぜひこのね台打って筋肉ももりもり出玉ももりもりということで大盛り上がりしていきたいと思います。お、ひびきちゃんが落ちてきた。あ、いいんじゃないの。疑似練しましたね。サイドジェスト疑似練しました。緑かお願い。あ、結構いいんじゃないの。上げろ。はい、ギジさん。これ町尾くんです。チャンス。お、右行きましたね。いいですね、ダンベル上がりましょう。お願いします。めっちゃモテたい。モテたいですよね。これあれですね、腕相撲、腕相撲バトル期待度3です。あ、カットイン。あらー、まあ、そんなに甘くはないですね。まあ僕このチャンネルで一回もいいところ見せれてないんで、メンバーの中だったら一番好きだと思います。ただ引きがないという。やっぱりまあなんといっても、仕事をしたお金で好きな台を打てるっていうのがやっぱり嬉しいですよね。はい、ということで、はい、はい、始めていただくんですけれども、お願いします。はい、お願いします。バイトしたことあるよ。いろんな、いろいろ。何やってましたか。コンビニの店員とか。僕しゃぶしゃぶです。店員さんのこと。しゃぶしゃぶの、はい。 AKB の握手会のスタッフとか。話し話し話しが後のアイドルになったんだ。はい、逆に。塾の講師とか。先生。あ、先生です。国語算数とか教えれるんだ。はい。好きな単語とか。好きな単語、日々精進。英語も、ね、英語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 、僕が飲んでた。英語大丈夫。僕が飲んでた。アルファベットだけ。アルファベット。え、Z です。バカだな。斧で。はい。はい。おお、すごい。これ、はい、これ気をつけてもらいたいのは、これかなり鋭いんで、はい、こう巻き割るときに、はい、こう外しちゃって。ちょんと、あ、うわ、考えるだけで痛い。基本的にはこの真下に振り下ろすと。なるほど、はい、で、あんまり力入れなくても割れるんで、真ん中狙ってちょっと置くみたいなイメージで誘ってやってもらう感じ。それであればビビりすぎてる。おお、気持ちよさそう。で、これをあんま力入れちゃうとパーンと飛んでっちゃうでしょ。なるほど、割るとか咲くぐらいのイメージでも。 Z 行く？あ、Z 来た。Z 行かせていきます。まず足を広げて、それが振りかぶんないでね。そんなに持つの？そんなに持つの？持つ位置合ってます。この持つ位置は、そうですね、持つ位置合って。重っ。行きます。あ、違う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 、わかんない、最初だから。もう一回やって、もう一回して。最初だからさ、最初だから行くぞ。行きます。Yeah.
もうすぐ900いきます。いやちょっとまずいかもしれないっすね。残り2000円。いやダンベルどころじゃなくなってきてるよこれ。俺の日当がラスト500円です。奇跡の恋金保留。あなたには無理とか言わないで。おいちょっと早く来いよお前。持ってきて。早く来いよお前は。まず話と違うだろ。何言った。319。そうだな。話とちょっとだいぶ違うな。思っちゃった。こっからもう3連で当てなきゃいけないってことでしょ。ゆうすけくん行こっか。そうだ。まあでも勝樹に任せるぐらいだったら俺が行きたい、ね、おー、うん、すごい言い方するね。バジリスクを打っていきたいと思います。スロットでしかね打ったことないんでちょっと打ってみたかったんですけど、もう僕が決めるしかないということで絶対当てたいと思います。いきます。いやなんか新鮮だな、スロットのばっかり打ってたから。ラッシュ入ると、継続率が 93% になるということで、バジリスクめちゃくちゃスロットでは打つんですけど、僕バジリスクで1回も勝ったことがないんですよね、スロットで。本当にバジリスク愛すごくて、もうアニメも何回も見返してるぐらい好きなんですけど、メンバーの中ではまんまい出したりとか勝ってる方なんですけど、バジリスクでは本当に1回も勝ったことないですよね。じゃあそれこそこの振動術なんてスロットで1回も引いたことないんで、なんとかして高価忍法と聞きたいです。あ、初めての？今日初めてのリーチじゃないですか？じゃあこれが溜まればいいってことですよね。今35で。はい、なるほど。100までチャージできればいいと。なるほど、なるほど。おお、帯同の時。なるほど、これでチャージをしていくと。ダメだ。ちょうど5000円です。半分。玄之助も、おぼろも、天然様も、まだ見れてません。3人見れてません。初めて、巻き割り体験をしてみんなでああいうことをしたのは初めてだったから、みんな泥まみれで勝ちたいね。せーの、いただきます。どうですか、午前中の作業を終えてこの食事は。最高です。たまんないです。汗かきましたね。いい経験できました。すいません、食べていただくのがいいんですけど、ちょっと後ろの先生の顔見てください。話しかけてください。いるんですよ。いるんですよ。どんな話かもしれないからね。いつ頃やっぱ混むんですか。一番は、まあ、7、8、9、プールもあるから、もう休みなし。冬はね、何気にこの辺、星がね、めちゃめちゃ綺麗。あ、いいな。なるほどね、冬は冬で楽しみ方があるんだ。そう、星はね、結構みんなびっくりするぐらい。確かにね、会社見れないから、うん、ちょっと巻き折りどうだった。え、巻き折り巻き折り、うん、楽しかった、うん、楽しかった。初めてやった。最初だけど、ね、最初ね、うん、全然できなかったんだけど、うん、慣れてきたらちょっとコツ掴んじゃって。おお、拍手。おお、おお、あー、笑い声めっちゃ楽しそうだ。そうか、一人だったらそう、ね、黙々と、うん、めっちゃ綺麗に、まあ、まあ、そもそもめっちゃ綺麗だったんだけど、うん、綺麗にしてたんだけど、うん、ありがとう、ね、画前そっちの方が楽しそうでした。松川さん言うよ、もう楽しそうだったよ。こんなお風呂あります。僕なんかこれ海外映画で見たようなバスタブですけどね。いやにしてもなんか元気ないように見えるのか。頑張んないとな。さあ続いてはキッチンです。見てめっちゃ広くない。あ、でもここバーベキューもできるらしいですよ。しかもなんか食材も用意してもらえて、なんか料理人さんも出張で来てもらえるそうなんで、なおさら楽しくないですか。なおさら楽しくないですか。
はい、午後の作業はですね、はい、あちらの木をですね、あのチェーンソーでやってもらいます。チェーンソー使ったことないぞ。行くよー。 おこれは青保留、初めて変わりましたね、保留玉が。これで体の時、何もなく初の青保留が、いやーもうやばい、ちょっとほんと見せ場ゼロで終わるよ。残りラスト1000になってしまいました。見せ場はゼロです。玄之助様、おぼろ様、天然様に、会えてません。やばいです。いやーもうでもね、ほんと諦めたくない、最後の最後まで諦めたくない、最後の一玉まで諦めたくない。玄之助様、おぼろさん、見せ場ゼロです。こういうのを見たかったんですよ、僕は。てか見せたかったっす。あの、完全に俺が持ってないですね。カイトを超える見せ場ゼロです。最大の見せ場は青保留です。なとし分かってると思うんですけど、なんでバジリスクに行っちゃうかって。好きだからだよな。好きだから行っちゃうんだけど、結局パチンコを見せ場ゼロ。プラス収支という可能性まだ残ってるんで。そうですよね、確かに確かに、そうですね。取り返したい。同時に行っちゃいますか。あー、そうしよう。ちょっともう、ついに、ついに、ガローです。まあ、初めて打つ台なので楽しみながら行きたいと思います。本日はガローで遊んでくれてありがとう。おー、俺言われた。はい、楽しみにしてくれよな。めっちゃ楽しみにします。お願いします。よし、行きます。僕はもう知識がない分、この原作が大好きなので、この台を直感で挑みました。でもガロはこの台のフォルムかっこいいですよね。ゴールドの感じはやっぱちょっといいっすよね。もう最後だからちょっと後がないんで、なんとか少しでも爪痕を残したいですね。王座に行ったけど、これはどうなんだ。特に普通なのかな、これは。すごいな、何も起こらないぞ。初めて打つからには、おい、おお、何違うのね、違うんだ。お、なんだろう、ガロースペシャル、なんでもなかったか。出たよこれ、思わせぶりのやつ。これね、結局来ないからね、これな。そうだよね、そうなんだよ、結局来ないんだ。出たこれ、ちょっと興奮させるやつね、これね。興奮させるんだけどね、いつもね。ほら、きっと何の知らせも来ないから、ゆうやもまだなんだろうな、この感じな。頑張ろう。お、ありがとうございます。まずワンパンマンってもうめちゃくちゃ主人公が敵キャラを一撃で倒すのが醍醐味のもう漫画で、その爽快感がすごくて、僕格闘漫画とかめちゃくちゃ好きなんですけど、たくさん強いヒーローがいるんですけど、このワンパンマンだけがちょっと状況を逸してると言いますか、強すぎるっていう。弟子のジェノスっていうキャラクターが僕は結構好きですね。ワンパンチ。お、お願いします。ありがとうございます。お願いします。お。よっしゃ、お願いします。
お、ジェノス大好きなキャラです。マジガンブロ、はい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 、ジェノス、ジェノス、ありがとうございました。厳しいな、やばいやばい、何もないよ。おっとおっと、なんか、なんか、あったかい。マジかい、マジか。全然大丈夫じゃない、全然大丈夫じゃない。はい、午後の作業はですね、はい、あちらの木をですね、あのチェーンソーでやってもらいます。使ったことないぞ。気をつけなきゃいけないのが、あのこちらあの沼となっておりますので、気をつけてください。じゃあ三上さん、最後フィニッシュで、フィニッシュいきますか。はい、支えればいいじゃん。怖い怖い怖い、大丈夫、一番怖い、支えればいいんですよね。みんなさ、俺真ん中だから、ほんとお前らうわーって言って俺真ん中で行くよ行くよ行くよ、マジでいやいや並んでください。じゃあこのままの勢いでアミューズ千葉さんに行きますんで、はい、はい、この後実践となります。はい、ありがとうございます。ぜひ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは以上、バンケットでした。ありがとうございました。